キチャンネル。こんにちは。さあ、崖っぷち選手の経過報告ということで、はい、ね、今日はオリックス、はい、吉田輝星よかったな、はい、オリックスに来てな、本当にそうですね。だって40試合投げてんねんで、うん、もうだってキャリアハイやろ。全然もう圧倒的にキャリアハイじゃないですか。1回22年に51試合投げてるわ。あ、そんな投げてるんだ、うん、でもまあ防御率 4.2、ね、で昨年 3.5、 しかも結構いいとこで今投げてるしな、まあね、うん、あ、本当の2022年こんな投げたかね、うん、結構しかも最近ほぼ点取られてないしね、はい、よかったね、うん、一気に来たね、リリーフとしてね。一旦も全くガキじゃないんじゃないですか。ガキじゃないね、はい、うん、もうこれはでもこれを続けなきゃいけないからね、うん、そうです。だから来年が勝負だから、うん、本当の勝負はもう来年もし40試合ぐらい投げれたら、はい、もう完璧やな、うん、しかもこのねオリックスが、うん、山崎総一郎、うん、宇田川、はい、どこ行ってんっていう、阿部ちゃんね、うん、阿部ちゃん、みんな3連覇のなった中リリーフ陣が、ね、今平野もおらんしな、うん、全部ごっそういなくなって、はい、まあ、今吉田とか、うん、あとはもうあの鈴木な、うん、よかったよなオリックス来て、うん、東ね、うん、はい、で山田ね、うん、でペルドモマチャドね、はい、うん、もう全員へ帰ですかみたいな、総外みたいな総外もいいところよ、うん、ね、まあ、でもそこでうまく掴んでね、40試合投げてるからね、はい、本人にとってはよかったよな、はい、うん、だからチャンス掴んだね、はい、チャンス掴んだ、はい、うん、よかったです、うん、で続いてが、はい、村西、やっぱアンダースローじゃない方が俺いいと思うね、うん、うん、下から投げりゃいいっていう問題ちゃうね、はい、何でもね、うん、上げよう、もう一回上げようか、はい、もう一回上げようかな、はい、27歳ね、綱、淡路島出身やで。そうですよ、綱高校。俺よく行ってたもん、綱高校練習試合。へー、こうなるときは渡って相撲と実業とか。淡路島にあるんですか。そう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 、綱っていうところにね。あ、そうなんですか。そう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 、この状況でリリーフに入ってこられへんって、うーん、致命的やもんな。でも2軍では先発してるからな、うん、あー、12試合先発してます、ね、だからまあこのシーズン終盤、うん、どこまでチャンスあるか分かんないけど、その会ったときに捕まえることだね、はい、だって今はね、あの高島とか、うん、それこそ佐伯とか、うん、やっぱり来季に向けてちょっとシフトチェンジして、うん、その新しい戦力をやっぱり一軍でもいろいろ試してるから、はい、その中にこの終盤入っていけるかだね、うん、で入っていって結果残してどう未来が見えるかどうかだね、うん、そういった意味ではちょっと残りシーズン勝負だね、はい、もうあと1ヶ月ちょいだけどね、うん、正直ね、それによって崖がどうなるか決まっちゃうね、はい、うん、大卒5年目ですから、そうそうそう、はい、で続いて太田、はい、いいんやけどな、うん、怪我すんねん、はい、いいのに、うん、もうほんと無事これ名馬やからな、はい、今年もめっちゃ、まあ、何でも右打ちでね、うん、めっちゃバット持ちがかれてたのに、今年やっとグッと出てきたなっていう感じね、うん、ありましたけど怪我いなくなって、うん、もうこんなにいいのに、うん、元気さえあったらもう常レギュラーなのにな、はい、常レギュ、うん、紅林と太田でな、うん、いけんのにすぐだから地盤柔らかすぎるな、うん、地盤がもう液状化、本当にもったいないよな、はい、いい感じでできてるのに ね打率もね、うん、2割9分ぐらい、野球6厘までいってたな、うんうん、で福田、うん、はい、まあね、厳しいかそろそろ、でも32歳、今年32歳に なったばっかですね、なったばっかり、はい、ねえ、うん、まあお助けマン的にはいるけど、うん、ね、今の外野が中川、西川、北かな、あ、そうですね、今もうちょっと成長させようとしてるからね、うん、チームがね、うん、まあ、なかなかね、あの現状まだ簡単にはいかないだろうけども、はい、ね、やっと来た選手も出てきたのでね、うんうん、で池田、渡辺とかも一軍で上げてるしね、うん、ここでうまくってなった時にちょっとこのまま若手にシフトチェンジされていったらちょっと厳しくなるよね、そうですね、オリックスは結構もうガラッと若手シフトになってますもんね、そうそうそう、良かったんですけどね、福田君の時ね、光に見えてきたけどね、うん、でも中川がセンターに入っちゃうとね、うん、でしかもね、この最近売り出し中のね、大里君、大里がね、うん、セカンド来たら大田もね、はい、まあ、ファースト行っちゃいますかみたいなね、うん、感じになってくるし、ほら大里、俺去年の西川の人的保障をあれされてなかったら取った方がいいよって言ってる、プロテクトされてないんだったら、はい、カープ大里取んのもいいよって、いい選手だからって、うん、俺も知ってて、
佐藤が入ってるからいい選手。そこ？いやでも去年なんかどっか、ウィンターリーグ台湾かな行ってよかったんだよね。台湾でのウィンターリーグでも、はい、結果もね、うん、残してきてね。まあでも吉田だけだね。あと太田は元気だったらね、うん、まあいいんだけど、だからこの状況で西武と一緒だからやっぱ一軍に呼ばれてない選手がもう崖っぷちになってくるんだよ。確かに、うん、期待値をね上げていこうっていうところで、はい、でもピッチャーとか俺らはね育成から試合感になるのほぼほぼ当てたよな。そうですね、ね、うん、キャンプ取材行って今年このピッチャー注目って5人挙げて、うん、中田以外全員一軍来てるから。おー、だって佐伯、川瀬、斎藤、京介、佐藤、はい、でもう一人育成の中田も良かったね。私も入山君って言ってたんですけどまだ来ないんですよ ね。だからそういった意味ではね、うん、まあ来季に向けてね、はい、若手の底上げ等っていうね、うん、ところもあるけどもね、うん、でもまたいずれこう強くなってくるチームな気がしますよね、みんな若いから、うん、そうだね、うんうん、あとは内藤ね、はい、まあ、どこまで成長するかだね、うん、でもちょっと小粒が多いからね、うん、まあ、大型欲しいよね、うん、そうですね、大型ね、うん、あとはこのねドラフト1位の横山くんね、はい、うん、どこまで成長していくかだね、楽しみですね。でも今度横山くんどうするやろな、ね、守備位置とかハードを回したりしますもんね。おでも胸か、なんかちょっとそこら辺のバランスやな、うん、バランスが難しいよね、うん、太田が元気だったらセカンドみたいなね、大里もいる、胸、内藤もないや、うん、まあ、全員が全員は無理やけどな、うん、紅林もいるしね、はい、伸びちね、競争あった方が絶対伸びますもんね、うん、そう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 、うん、だけどちょっとコツ、頓宮がけやな、そうですね、来年確実に頓宮ががけやな、これ、うん、もう入ってきますか。いや入ってくるっしょ、うん、首位打者がいきなり1割9分5厘って、ね、お前どうしたんですかね、一発屋芸人的なになっちゃうよ、うん、一発屋プロ野球選手的なのね、まさかの、うん、だから今年のオリックスは若月も打率を落としたからな、去年に比べるとね、うん、一気にね、今1割台か、だから宗ね、はい、この前やっと今季初ホームランだからね、うん、だからまあ軒並みちょっと数字落としすぎたね、はい、西川もね、うん、なかなかね、2割5分打てへんって、うん、そんなはずじゃなかったやろっていうね、はい、で杉本もね、うん、2割8厘ってお前何しとんみたいなね、そうですね、だからこの人が頑張ってる引っ張ってるっていう人がいないんですよ、ね、いないいない、うん、なかなか苦しい、うん、ね、でピッチャーもね、うん、どこ行った山下俊平だっていうね、うん、そんな球でしたっけみたいなね、で宮城は怪我して途中いなかったけども帰ってきても援護に恵まれずと、うん、1イニングビッグイニング作っちゃうからね、うん、で東がね怪我して、はい、でまあ佐谷はいい感じだけどね、佐谷いいですよね、うん、あの山崎幸也の将来的には穴十分埋めそうっていうね、うんうん、あとまあどこ行った山岡ね、うんうん、そうですね、うん、まあでもまあ若手使ってるからね、うん、来季に向けてはまだ面白くなるなっていうところもあるけども、はい、ドラフトどこ飛んでいくんやろな、先発かな、先発じゃないですか、やっぱ2人抜けてるからね、大型野手も欲しいよ、確かにな、大型野手、まあまあって言ったところかな、はい、うん、オリックスはね、まあ来季に向けてだね、はい、まあ、その中でもね、まあ俺は村西はサイドにもう一回戻した方が俺は個人的にはいいと思うけどね、うん、正直ね、まあといったところで、でも崖で脱出してる人も結構いるんじゃないですか、うん、吉田のみね、太田も怪我しない、地面が柔らかいから、はい、能力あるのに、うん、ずっとだからね、怪我せーうん、っていうね、うん、はい、です、はい、どうしよう。